はい、出演動画始めていきたいと思います。じゃん、今回はですね、いろいろと買ってきました。はい。ネットでですね、いろいろ買ったんですよ。はい。で、総額が、6000円ぐらいだったかな。全部で。はい。そんな感じでね、まあ、いろいろ買いました。まずはこちら、フィルターですね。ピュアの200スリムフィルター。こちら長さが割と長いんですよ。うん、結構長くて、これお得です。俺今まで普通の、スリムの、普通サイズのフィルターだったんですけど、それよくは 1.5 倍ぐらい長いです、ここの長さ。で、それを2つ購入しまして。で、あとは、チェのブルー。チェのシャグブルー。またこちらはね、まあいろいろ、後でまたレビューしていきます。チェのブルー。で、ドラム。ドラムオリジナル。ね、こちらね、美味しいんで、買いました。で、あとは、スモーキングのペーパーのレッド。これは、まあ、普通の、燃焼の、普通の、なんか厚さの、燃焼速度は普通のやつ。普通のやつで買ってみてどんな感じかなっていうのね。まあ、確かめるために買いました。で、あとはドミンゴの、オリジナル。うん。こちら。と、バリシャグのハーフスワレ。こちらも僕のお気に入りの、ハーフスワレシャグ。ね、これもすごい美味しいんで。まあ、これリピートです。ドラムも前買ったんだけど、すげえうまかった。あれもリピートです。で、こちらがフランドリアのブラック。これは黒タバコですね。うん、まあ、黒タバコもどんな感じかなっていうのを、まあ、買ってみました。で、ドミンゴの、ブラック。これも、黒タバコね。まあ、どんなもんかなっていう。で、あとは、試供品として、ここのね、会社はね、スモーカーズっていうサイトな、サイトなんですけど、普通に2個ね、まあ、試供品がね、もらえました。こちらが、ハーベストのスーパースリム スイートチェリー。20本入りで350円のやつの、1本。1本サンプル。と、あとこちら、チェのシャグの、メンソール。25g で550円。となってます。これはシャグです。シャグの、サンプルはなかなか珍しい。うん。まあ、これはチェのシャグの、メンソール。これは、あれですね。珍しい。シャグのタイプの俺、試供品なんてもらったことねえわ。初めてもらったね。これ何グラム入ってんだ。サンプルとしか書いてない。何グラム入ってるかっていうのは。一切書いてないですね。まあ、この量だと、1グラムか2グラムか3グラムぐらいだよね。おそらく。これシャグです。うん。で、こっちはこっちをちょっとレビューします。今日は。こちら、ハーベストのスーパースリムのスイートチェリー味。というやつ。よいしょ。サンプルが送られてるのはありがたいですね。こういうサンプルの、シャグのサンプルとかすげえありがたいです。まだ吸ってないやつを1個買うのは買ったるいんで。はい。スーパースリムタバコ。長いな、これ。ロング。100S ぐらいなのか。100S よかなんか長い気するけど。これ吸っていきます。うわ、なんだこれ。フィルターくっそ甘い。フィルターが甘いよ、これ。あ、すごい。フィルターに砂糖塗られてるパターン。これは、なかなかない。スイート、チェリー。チェリー。あ、すっげえ甘い。まあ、いわゆるリトルシガースか。スーパースリムのリトルシガー。
20本入りで350円。まず甘い。フィルターに砂糖が塗られている。ガラムと一緒ですね。フィルターが甘いタイプ。で、ほのかに甘いスイートチップ。こうやってさ、で、嗅いでみると甘いのはわかるんだけど、実際に吸ってみると大して、甘いかって言われると、あんまり甘くはないよね。あんまり甘くはない。まあ、このね、さっき、購入した、店、スモーカーズっていうサイトなんですけれど、そちらはですね、送料が180円のね、メール便対応してるんで、すごいいいんですよ。マジで。すげえいいんですよ。うん。で、今回はですね、こちら、全部買ったんですけど、送料、が、360円かかりましたね。1個のメール便だけじゃ足りなかったみたいで、送料がね、360円かかりましたが、それでも十分安いですね。まあ、詳細の下の方に、URL 貼っときますね。スモーカーズっていうサイトなんだけど、まあ、多分知らない人結構いると思うんで。まあ確かに香りがある、タイプの、リトルシガーなんだけど。チェリーね。まあ、突筆すべき点はフィルターぐらいですかね。まあ、香り的にもまあ、若干するんですけど、やっぱり、まあ、リトルシガーなんで、ほぼほぼ、あ、顔出すの忘れた。ほぼほぼね、リトルシガーの特有のね、ちょっと、なんていうかな。わかんねえ。もう、語彙力がないから、わかんねえけど。リトルシガー特有の、この香りに、まあ、まあほんのり、チェリー香はするんですけど、まあ大したことじゃないですね。うん。そんなに香ることはない。多分この副流煙を香ってる人にしたら香るんだろうけど、他人からしたら香るかもしれんけど。まあ、特別うまいってことでもないですね。うん。なんかよくある。まあでも、フィルターが甘いのはちょっと驚きですね。うん。このフィルターのおかげでやっぱり、なんか、美味しいっていうか、ちょっと、感覚は変わってくるよね。味の風味とかね。うん。まあ、スーパースリムですけど、十分、
きつさというか、あれはありますね。うん、なんかきついっていうか、まあ、タール値とか書いてないけど、やっぱ、リトルシガーは、やっぱり結構きついもんなんで。うん。そんな感じっすね。フィルターをちょっとちぎりますか。熱っ！ちょ、火消えて。フィルターをちょっとちぎってみましょう。これ結構長いフィルターだけど。あれなの？まあ、さすがに、チャコールではないだろう。フィルターの中は、どうなってるかな。お、すごい。長いフィルター。まあ、チャコールではありませんね。こういう長い、普通のサイズの2倍ぐらいの、長さのフィルターが入ってました。うん。見た感じ、チャコールではないですね。まあ、甘みがくっついてるっていう。甘みフィルター、プレーンフィルターみたいな。甘みのプレーンフィルターみたいな感じかな。うん。ということで、三つ星。ご視聴ありがとうございました。